今日の曲は何ですか？ドーン。こちらチューという韓国のお洋服のブランドなんですけど、このブランドなんですけど今原宿のバブルスの2階で9月ちょっとだけ限定でオープンされてるお店らしいんですけど、そこでちょっと今日は行ってきたのでその購入品を紹介していきたいと思います。はい、レッツゴー。はい、1つ目がデデン。お、こちら T シャツです。開けてください。はい、結構シンプル。え、すごい、なんか派手だった。あら、じゃららら。あ、本当だ。普通にしかも T シャツって半袖だと思ってたらさ、長袖だったね。はい、こんな感じ。ハートがついてます。はい、きます。はい、はい、着替えてきました。イエーイ。背景が白だからね、ほら壁になれる。私は慣れない。どうですか？あの、この袖がキュッてなるのもそうなんですけど、この袖のここがかわいい。垂れてますね。ハートが垂れてる。こちらサイズはフリーサイズで、 お値段が2900円プラス税、3000ちょいです。はい、フリーサイズなので、結構ゆるっと着れます。じゃあ次いきますか。はい、次がデレン。あら、かわいい帽子。ちょっと開けます。こちらはちなみに3900円プラス税のフリーサイズ。え、かわいい。かわいい。ほら、かわいい。ストロベリーミルクって書いてありますね。家具までかわいい。多分これお部屋に飾る人いると思うレベルでかわいい。これ、だ。はい、帽子です。どうですか？こういうピンク最近流行ってるよね。かわいいね、韓国って感じ。じゃあ次、こちらデレン。あ、靴下。バーナーナってカタカナで書いてあります。はい、じゃあ300円。おお、これなんか他にもありそうね。いちごとかこんな感じです。はい、次最後です。はい、最後は何だと思いますか？小物かな。イヤリング。でんでんでん。サングラス。不正解。こちら iPhone ケースです。ネオちゃんみたいだ、かわいい。これネオちゃんみたいだよ。これネオちゃんみたい。なんて書いてあるんですか、ここは。読んであげよう。ゴーイング。イーゴン。イーゴン。このネオちゃんみたいなキャラクターとチューっていうこのブランドがコラボしてるみたいで、らしいです。かわいい、紫らしい。ここは iPhone6 対応ですね。はい、こんな感じでつけてみました。あい、かわいい。あい、かわいい。このなんかツルツルじゃなくて、なんていうのかな、マットっていうのかな。なんつったんだろう。あのね、マット、マットな感じだからすごいスベスベして、なんかツルツルじゃなくて、そうそうそう、こういうなんかツヤツヤテカテカしてなくて、そう、パウダーをのせたような感じ。本当にそう。そう、パウダーのせたような感じなので、すごく好きなやつでした。はい、そんな感じで1、2、3、4、5紹介しました。はい、どうでしたか？チューっていうあの韓国の洋服のブランドなんですけど、私店舗出てることを知らなくて、ネットからね注文できるので、結構お安めなので、皆さんよかったら買ってみてください。あのね、結構原宿行くんですけど、バブルスの2階行ったことないので、今度行ってみようかなと思います。はい、今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。富士急に来ました。富士急ハイランド。こんな怖かったっけ。なっちゃってますか。本当に嫌だ。叫んでた方がいい。レオちゃんが泣いてます。今日頑張った。